ここんんににちちはは出口でですす山リサイズ編は元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。iPhone15 Pro 使ってますかうん、使ってますよ。あったんで。まあまあまあ、それはね、なんかメイン機ですもんね。ここ <laughs> そりゃ、そりゃもちろん。<laughs> 活用してますか活用,うん活用はしてないですね。これまで通り使ってますね。<laughs> あんまり変わんない。重いなって言いながら。<laughs> <laughs> まあんま変わんないっすよね。i p h o n e 1 5ロにしたけど僕も。まあ、写真は綺麗だな。カメラは綺麗だなとは思うぐらい。うん、カメラはすごいね。望遠がさ、やっぱり。 光学ズームできるみたいな、うん、で結構拡大しても綺麗みたいな感じなんで、うん、すごいなと思いましたけどそこはやっぱ片手持ちがしづらいのがつらいですねうん片手持ちしづらいね片手で持つのはできるけどなんか操作が難しいよねやっぱりなんかちょっと不安定になっちゃうよね、うん、その僕小指で支える癖があるんですけど<う>片手で持つ時ね、うん、その、まあ、手が小さいからかもしんないけど エッジに届かないんですよ親指が。ああ<ー>片手で持つと親指でこう操作するじゃないですか。はいはい。でそうすると端に指が届かないから小指でなんとかこう iPhone を支えて、うん、でなんとか親指を端に届かせようとするんですけど、うん、そうすると小指がつるつるっていうかなんかすげ痛くなるんですよ。<laughs> 小指はどの辺だな,なんか僕だったら多分スマートフォンの一番下あ,あそうそうそう。下にそ。そこですよ。スピーカーの位置。ですよね。他の3本の指がなんか背面にある感じの、ね。そうそうそう。持ち方だよね、多分。で、そうすると小指に iPhone の重さがかかるから <laughs>。<laughs> 重くなると小指がつるんです。つるっていうか痛くなる。これは軟弱な小指ですね。<laughs> うん、っていうのがつらいなと思いながら。 あれ買いましたモフト買いましたモフトモフト,モフトっていうものかな何モフトってモフ。モフトっていうもともと MacBook とかのに傾斜をかけるための台みたいなやつ、うん、で折りたたみができるみたいなやつ、はい、モフトスタンドっていう。あそれの iPhone 版があって iPhone の,そのスタンドにもなるんだけど まあなんか1枚クレカとかも入るような簡単なカードケースにもなって、で、かつそこに指を突っ込むと、その持ちやすくなるみたいな。ああ、マグセーフにつける感じのやつですかね。はいはい、はいうん。ネットなんだけど、モフとスナップオンってやつかな。僕が買ったのは。ああ、スナップオンってやつね。うん。まあ一応買ったんですけど、うん、<laughs> やっぱマグセーフ <laughs>。 つけたり外しやすのめんどくさいなって <laughs> <laughs> 思っちゃいますねそうだよねこれ自体はいいしまあやっぱこれつけとくとあのリングみたいな感じで片手持ちやすく片手持ちしやすくなるんでいいんですけど、うん、それはそれでまた取り外しの面倒があるというそうなんだよねまあ僕もそれ一回経験してもう使わなくなっちゃったから多分もう二度とこういうの買わないんだけど <laughs> まあそうだよねなかなか難しいよな、うん、っていう感じで活用してますよ i p h o n e 1 5はまあ僕は相変わらずだいたい時計になってるんですけど、うん、時計として活用させていただいてるんですけど、うん、なんかあの出口君に紹介してもらって僕も買ったあのアンカーのなんだっけあのマグセーフのさ、うん スタ,スタンドっていうかなんか充電してなんかこういい感じに時計にできるやつ <laughs>、うん、チャージャーみたいなやつ、うん、あれなんかすごい人気らしくて、えー、なんかこの前ね池田さんがなんかもう今それ買えないんだよみたいなこと言っててえー、そうなんですかうんなんかね黒が売ってなかったりなんかいろいろなんか白だけ売ってるとかなんかそんな感じだったりした気がしたけどなうーんあそうなんだ うん、なんかやっぱみんな時計にするのかなと思って <laughs> <laughs> 時計のニーズが高かったのかなと思ってでも,も常時表示の時通知出るじゃないですかで常に通知が目に入るの、うん、なんかちょっと嫌だなと思って、うん、常時表示だけど通知は消すようにしちゃいましたねオプションで常時表示にしてたっけな常時表示切らなかったかなえ常時表示でフローとじゃないですか うん、デフォルトのやつを切ったような気もするんね切ったら、それも時計じゃないじゃないですか <laughs>。<laughs> なんかでも、時刻が変わった時に、なんか、なんか、パってこう、教えてくれるんだよね。時刻が変わった時。だから、その、フンが進むじゃないですか。じゃあ毎、毎分明るくなるってことですか毎分なんかちょっと、まあ、明る,明るくなるっていうか、まあ、明るく、部屋が明るいから別に明るくなっても気にならないんだけど。えそんなことできるし <laughs>。さあ、逆に鬱陶しくない鬱陶しくないですか いやまあ別にそんな気にしてはいないですけどね。うん。ああ、常に画面オンはオフにしてるわけ。<laughs> それじゃあこれまでとそんな変わんなくないですか <laughs> うん。まあそんな変わんないね。<laughs> はい。まあ時計になったぐらい。だからあの <laughs>、だから iPhone mini でも時計になってます。<笑><笑> ?iPhone mini と一緒じゃないなんな。そういう意味で。常時オンがないってことは。ねうん、iPhone mini も ちょっとミニの充電なくなってきたなと思ったらその時計になって思ってます意味がよくわかんないですけど言ってることがよくわかんなかった、うん、<laughs> 使ってないってことですねうんまあそうですね時計ですねでも iPhone ミニのバッテリーをさ交換したんですよあの公式のアップル公式のやつで、うん、めちゃくちゃ早くてさ <laughs> <う>ほ,ほぼ輸送じゃんみたいななんか 輸送して一瞬で帰ってきてなんかほぼ輸送してる時間だけじゃんみたいな感じで帰ってきてすごいなと思ったね、えー、えそれはサードパーティーのなんかで買えたんですかまあいやそのアップルのだから公式のやつですよ<ん>普通にアップルがやってるなんかバッテリー交換しますよってやつに頼んで、えー、そのなんかヤマトが取りに来てくれて「あ,あれポイって渡してはいって言って渡してあ,ここあのアップルケア使ってそれやりましたね、うん あれなんか早くないですかめちゃくちゃ早いよね、うん、早い対応。すごいなと思った。うん、ほとんど輸送してる時間だけじゃないかと思ったついてもうその日になんか送ってみたいな感じの印象があったから、うん、あれすごいいいなと思った。なんか全然 iPhoneMini、当分触れないかなと思ってたけど、なんかすぐ帰ってきて、もうすぐ iPhoneMini 使ってますもん <laughs> <laughs>、まあ。じゃあ使ってないといとう <で>うんなんか最近ではあの g l e p ピクセルも買ったんですよピクセル8かなうん<ー>まあそれはなんか別になんか欲しかったっていうよりはあの単純仕事で必要だったから買ったんですけどそのまあ最近 Android 端末買ってなかったんで、うん、Android 端末も持っておかないとやっぱりいろいろと仕事でできない部分とか出てきちゃうから、うん、買ったんですけど最近だからずっと買ってなくてそのピクセルシリーズを うん、で久しぶりに買ったんだけどピクセルいいねよくできてんねやっぱり、うん、なんか昔もよくできてんなと思ったけどもよりなんかもうスムーズに動くようになっていいなっていう感じになってきたねほ、うんとへ<当>えー、であとなんかあの画面内に埋め込まれたなんかあの指紋認証まあこれ別に8からじゃないと思うんだけど多分前からちょっと前からあったと思うんだけど、うん、あれを そのデバイスでもとして持ったの僕は初めてだから、うん、それがあっておこれこれだよって思いながらなんかフェイス認証のなんかこの決め顔するみたいのやんなくて済むなと思って <laughs> これが欲しかったと思ってまああれは便利ですよねうんまあでもなんかフェイス ID も新しい iPhone にしたら随分速くなった精度よくなったなと思いましたけど、ねうん、まあ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 いやでもなんかさ、ね、カ,メカメラ覗かなきゃいけないみたいなのあるじゃんなんか 斜めからとか絶対無理じゃんなんかうんそれがやっぱ指紋認証だとさなんかもうどういう体勢でもいけるみたいな感じなんで、うん、いいなと思ってるねやっぱりあと g Google Pixel はまあこれも前,前,前だいぶ前からだけどディスプレイの部分がフロントのカメラがあのピンホール型っていうんですかうんなんでなんかより画面が広い感じがしますねなんか Google、Pixel、の方がやっぱりなんか iPhone も最近なんだっけダイナミックアイランドって言ってなんかちょっとだいぶノッチが少なくなってるみたいな感じだけどなんかやっぱそれ以上になんかこの存在感がやっぱないからピンホールカメラの方がなんか画面広いなっていう印象があるね多分サイズ的にはそんなに変わんないちょっと大きいのかな ピっていうかな、うん、なんかダイナミックアイランドになって逆に目立つな、後が <laughs> の印象強いなって思ってしまった。ああ、まあ、逆にアピールしてる感じのところあるもんね、なんかそのさ、うん、いろいろ動いたりさ、むにょ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 。うん、うんうん、まあ、あと単純にデフォルト状態でも高さが高いじゃないですか、ダイナミックアイランドの方が。あ、そうなのかな前の方は印象かな、これ。印象なんじゃないかな、多分。 多分セーフエリアとか変わってないんじゃないかなと思ってるけどそんなことないのかなちょっと僕は実際の数値見てないんで分かんないですけどなんか高い感じがするんだけどなまあ、うん、やっぱ存在感増したなと思いますけどねうんあれがなんかやりづらくないですかあのなんかさ上の方にタップして なんかこう一番上に戻るやつあああれね。うん、<laughs> まそもそも上の方タップできないっていう問題があるんだけど <laughs>、ねうん、<laughs> でかすぎて <laughs>、うん。あとなんかあの通知通知の画面ってあるじゃん通知センターか。うん、あれをどこから出していいかがいつもこう迷ってる <laughs>。いやもう出せないですよねあれ <laughs>。<laughs> あれどうやって出したらいいの <laughs>、うん、まとりあえずあの時刻のところから行けば確実に行けるっていうのは分かってるんだけど。 うん、なんかこのねそのダイナミックアイランドあたりからやろうとするとダメって言われるじゃん,なんかうん <laughs> ダメって言われますなんかこのモニョモニョってなんかダイナミックアイランドがモニョってなっちゃうみたいなはあ、うん、えエッジが足りてないんじゃないですかだから多分ダイナミックアイランドよりもっと上の方から引っ張ればいけるんだよねでもなんかあの前のさノッチのさ癖でさやっぱりこの この下あたりからこう引っ張ろうとしちゃうみたいなさ。ああ、そういうことね。そのなんかこう、もにょってして終わるみたいななんかあ<ー>。ああ、僕はなんか、わかんない。前からその結構上からスワイプしてたのか、そこはそこはそんな気にならなかったけど。まあでも単純に高いから <laughs>。そうね。うん、そもそも、そもそもっていうね。いや、だから、Google ピクセルもいいなと思いましたよ。うん、そうっすよね。うん。 よくできてる。最近のやつはあダイナミックアイランドセーフエリアは変わってないけどその前よりもこのノッジに当たる部分が若干下にあるからコンテンツエリアによりそのノッジのダイナミックアイランドのエリアが近づいてるから圧迫感感じるっていうことみたいあ<ー>なセーフエリアの影によった下の辺によったっていう感じらしいですねうん iPhone も,もなんか ピンホールカメラみたいな感じにしてくれたらいいのにな。うん、で、画面内指紋認証をつけて。<laughs> ピクセルじゃん, <laughs>、うん。ピクセルいいなと思ってよ最近だから、うん。軽いですかピクセルまあ、軽くはないから別に。ああそんな変わんないと思う。うん,うん。多分そんな変わんないんじゃないかな。ちょっと具体的な数字見てないけど、持った感じは別にそんな変わんない、うん。素材なんですかピクセル8。 知らない。仕様を見てみようか。なんか何なんだろう。素材 <laughs> 素材って分かんないな。<う>あーって書いてあるかな。普通にアルミ製のフレームか。あ、そうなんだ。うん。背面ガラスのアルミ、本体はアルミですね。100%リサイクル素材アルミニウムを本体にようって書いてありますね。昔のピクセル、まあちょっと。 安っぽいっちゃやあれだけどまあでもその分軽かったじゃないですか<ー>なんかそうかも、うん、それはなくその良さはなくなってしまったのかうんまあどうだろうあまあでも、うん、重いねまあプロだからっていうのもあるかもしれないけどうん,なんか僕が持ってるピクセル3とかよりは全然重いっすね、うん、なんかでもピクセルまあなんか特に思い入れもなく買ったんですけど僕だから、うん、<laughs> ピクセル8を うん、なんかグールがなんか今今なのかな創立25周年らしい今なのかどうか分かんないんだけどだ25周年ですってなんか来てその箱の中になんか入っててへ<ー>なんかあのクロームのさオフライン出てくるなんか恐竜みたいなやついるじゃん、うん、あいつがなんか自転車に乗ったピンバッジがもらえた。 <laughs> いい可愛 <laughs> い,いじいもっとなんかか可いいピンバッジがもらえたりとか、えー、あとなんか今だけなのかなんかグーグルピクセルとピクセル8プロを買うとなんか専用ポーチみたいなのがもらえるみたいなのがあるらしくてうん専用ポーチもなんかついてきましたねそうなんだななんんかかのやつはなんか アップルのパッケージもすごいデザインされてすごいいいなと思うけど、グーグルのなんかまあストアで買ったんですけど、僕は。うん、なんかやつも、なんだろう、違う,違う意味で、装飾的なデザインっていうかね、開けた時のワクワク感みたいなのがあるような感じになってて、箱が綺麗で、なんかすごいいいなと思いましたね。うん。まあ、ピクセルでも全然いいんだろうな。データさえ。うん あれだけど、写真とかとかかの移行がうんそうねまあなんかでも僕らの場合は多分普段からさその Mac 使ったとかっていうのもあるからそ,、ね、その辺の親和性っていうかね,うな,んねなんかシナジーみたいなのがやっぱりどうしても iOS の方が高かったりするからねうんまああと AirPods とかの辺のスムーズさとかねそうそうそうなんか 見えない鎖で縛られてるる感じするよねそ<の>データとソフトウェアに縛られてるだけで <laughs> <laughs> ハードウェア的にはピクセルで全然いいよなってうんそうですねアップルはハードとソフトの会社だったはずなのになるほどね、うん、なんかでも僕ストアで買ったんでなんか3万円分ぐらいのなんかストアチケットがもらえるんですけど 特に欲しいものがなくてどうしようかなと思って何<ー><ん>かっ<ん>ストアなな何に使えるんですかそのグーグルのストアストアで使えるチケットなのかな3万円分うんでも別にそんな欲しいもんないからどうしようかなみたいな まあ CT、言えば<ー>まあ検証機用にタブレットを買うかなとか思ったけどタブレットを買うってなるとさもう3万円を優にオーバーするからさなんかこう本末転倒な感じがして悔しいじゃないですかやっぱり <laughs> やっぱあれじゃないですかフォールド買わなきゃいやフォールドはもう絶対買わないじゃん <laughs> 嘘高えだよあれ <laughs> いくらかしてるあれいくらですか25万ぐらいしなかったっけ <laughs> 高えなマジ高いんだよあれ じゃあウォッチ買わないとうーんウォッチねウォッチ使わないからななんか僕の知り合いはまあピクセルウォッチ2買うって言ってたけどなんかうんでもなんか丸い方が可愛いよねウォッチ可愛い,いですよね <laughs> まあそしたら無難にホーム系の製品じゃないですか <laughs> あそうかホーム系最近全然やってないからな スマートスピーカーとか、最近、グーグルあんまりイメージないけど。いやタブレット買おうかなと思って、でもなんか追加で4万払うの悔しいな、4万じゃないか、5万か。追加で5万払うの悔しいなって思いながら、うんって思いながら何も買ってない。ああ、そっか。タブレットがまあ、ホーム的に使えるのか、最近。そうそうそう。なんかしかも、普通にタブレット買ったら、なんかそのスタンドみたいなやつもついてんだよね。うん うん、今はだから良さそうだなと思いつつちょっと試してみたいなって思いつつもまあでもどうせ使わないだろうしなって思いながらプラス5万するの嫌だなみたいな <laughs> <laughs> 気持ちになってるじゃあピクセルバッツとかじゃないですかいやそれも考えたんだよ考えたけどこれ以上イヤホン増えても意味ねえだと思って <laughs> これ使ってる人あんま見たことないなうん、まあんまいないねどうなんだろうな どうなんですかねピクセルバッツならちょうどいいかなと思ったんだけど。これ、うん、これ以上イヤホン増えてもしょうがないなと思って。レビューしてくださいよ。いやいや。<laughs> 買い取ってくれるのはいいけど。いや、僕はいらないな。さすがにいらないな。僕の分買い取ってくれてレビューしてくれたらいいよ。いや、僕はちょっとまた別の買おうかなと思ってるんで。また買うの <laughs> 最近気になってんのは、坊主の。 コンフォートの新しいヘッドホンが気になってます。ああ<ー>。<laughs> 坊主。なんか僕もな、でも、<う>オーバーイヤーヘッドホンの無線のやつとかも、ちょっと買ってみようかなとか、ちょっと思ったりもしたけど、うん、いや、でもなんか使わないよなーと思って、結局。<laughs> <laughs> 使わないでしょ、やっぱり。Google のストア、久々に見たけど、なんか、意外にいろいろ出してるんですね。うん。 色々ありますねケースとかも買おうかなとかちょっと思ったけどまあいっかと思ってそんな持ち歩くわけじゃないしなんかファブリック的な感じの布っぽいやつだったら買おうかなと思ったけどなんか最近はなんかアップルもアンドロイドもなんか結構環境とかそういうのを意識して再利用素材みたいなうんそういう感じでなんかあんまりこうね欲しい感じがしなかったんで。 最近のグーグルの製品って最近じゃないけどなんかこうしてみるとこう丸っこくてパステルカラーでなんかちょっとかわいい感じのやつが多いですねうん多いねグーグルはなんかそういうのが多い気がするうんなんかアップルはちょっと高級って感じのカラーリングのイメージあるよねうそうですねうんまあ単純にアップルのこういう路線にちょっと飽きてきたってのもあるかもしんないなうんグーグルもいいだと 思い始めたまあ個人的に僕赤が好きなんでアップルのプロダクトレッドは好きなんだけどね、うん、まあでも僕のこだわりの赤があるからそのプロダクトレッドのものによってなんか僕のこだわりの赤からずれてたりするんでいやこれは違うな <laughs> とこの赤じゃないんだよなと思ったりするんだけど <laughs>、うん、まあでも結構好きな赤が多いんでああフィットビットいいじゃないですか <laughs> フィットビットはいらない可愛い,い,い,いなこのフィットビット 一時期僕もあのフィットビットまだ買収される前に使ってたけどねあの一番原始的なフィットビット <laughs> うん最近のやつなんかもうディスプレイが載ってスマートウォッチみたいなさフィットビットじゃないですか大体このフィットビットセンスってやつかななんか昔のフィットビットに近いやつまだあるんですねインスパイア3いやでもこれもなんかもうね,ね液晶 乗ってみたいな感じだから、昔ってもうなんかさ、すごいデジタルみたいなさ、なんか <laughs>。いつの時代のやつのことですか、それ <laughs>。なんかあの、デジタル液晶みたいなさ、なんか、なんかそんな感じだったじゃん。あーはいはいはい。もう、単色のやつ。ああ<ー>。あれぐらいならね、まだミニマルでいいなって、買ってもいいかなって思うけど、なんかもうこんなゴテゴテのやつ別にもう、 今あるやつで十分かなって思っちゃって一応なんか僕もランニング用というか登山用,用にもできるあの時計持ってるんで、うん、まあランニングするときとかそれつけたりするんで、まあ、それで全然十分だからなんかあんまりそういうのも欲しいなってなんないしやっぱりうん、うん、だもうタブレットぐらいしかないんだよね買いたいまあタブレットか強いて言えばみたいなタブレットかフォールドですね ホールドはないけどね、絶対に。<laughs> ホールド買う人いないでしょ、ほとんど。<laughs> あ、3万円あるからホールド買おうっていう人絶対いないでしょ。<laughs> うん。買ってみてほしいな、そこは。<laughs> 僕の知り合いは確か持ってるんだけどね。うん。すごいね。よほど Google じゃないと買わないっすね、これ。<laughs> うん。なるほど。まあでも当分もう新製品、 出ないタブレットも結構ちょっと前に出たはずだし今回のでピクセルとウォッチも新しいの出たから当分多分新しい新製品出ないからどうしようかなって思ってるけどうんどっかでいやでもなんかそのためにやっぱタブレットで5万円プラスで払うの嫌だな, <laughs> なんかやられてる感じがするっていうか別に欲しくもないそんな欲しくもなかったはずなのに5万円払ってるみたいになのって。 なんか違うんだよな <laughs> まあ本当に何もなかったらスマ,スマートウォッチってでもいくらなんだろうスマートウォッチもそれなりに値段するでしょ多分だってうん5万円ぐらいかいやこれもだから結局プラスになっちゃうんだよなネスト系とか面白いんじゃないですかそうねドアホンとかドアホンとかまだありかもねうんまあでもこれもな設置めんどくせえなとか思っちゃうんだよな ネスト Wi-Fi とかね。ネスト Wi-Fi。ネスト Wi-Fi とかなると、もうインフラをなんかいろいろ変えなきゃいけなくなるからめんどくさいんだよね。<laughs> <laughs> ネスト Wi-Fi かわいくていいよな。ルーターなのに。こういうルーター増えてほしい、うん。まあでも、でも結局あのゴテゴテした感じの方が電波の飛びはいいらしいですね。そうだよね。うん、そうなんだよね。雲みたいなやつ。<laughs> それし、なんかまあどうせそんな目立ったところに置かないんで。 うん、別にいいかなと思ってますけどね今。今の僕の家なんて、なんか2階の部屋の中になんかクローゼットみたいな、ウォークインクローゼットみたいなのあるんだけど、はいはい、その中にあるから、そのなんか回線の口が。だからそこにあって、もう,もうほとんど日常的に見ることがないんで、別に気になんないけどね。僕はあれっすよ、風呂の上にあります。<laughs> 風呂の上にあんの風呂場の上に いやなんかリノベアやってる時にフローバの上になんかそういう配線周りが集中してることに気づいて、うん、あじゃあここにルート置きゃいいじゃんと思ってああ屋根裏みたいなところ置いてるってことじゃんそうマンションって二重天井になってるから、うんまあ、全てが屋根裏あるんですよね、うん、だからで屋根裏は通通だから屋根裏に置いたら壁も影響しないし、うん、ちょうどいいじゃんと思ってそうだねうん僕もだから2階のウォークインクローゼットのなんか上の方みたいな どにあるから、うん、やっぱり一回はちょっとね、ちょっとだけ電波余裕なんだよね。はいはい。どうしても。そうっすよね。まあちょっとまた、なんか、ホールド買ったら、お知らせします。<laughs> そうっすね。僕がレビュー欲しいのはホールドかバッツですね。<laughs> バッツはもう、だから、買えばいいじゃん、自分で。いや、いらない <laughs> バッツは買わないな買うとしてもタブレットかな。うん。 まあどっちもちょっとな買わないだろうからなじゃあ今日本題にいっていいですかうん今日ちょっといつもとちょっと思考を変えてサッカーの話しようかなと思ってほういやもともと僕はまあサッカー好きなんですけど、うん、なんかうちサッカー一家だったんですよほうもともとか父親がサッカーのコーチやってて で弟も結構、まあ、割とガチでやってて、まあ、だけど僕も小学生、低学年ぐらいまでやらされてたけど、まあ、運動の才能なかったんで、早々にこう見切りをつけ、見る専門になっていったんですけど、うん、まあでもなんか、働き始めて、あんま見る時間取れなくなってきて、でかつなんか、ダゾーンとか入ってきたタイミングで、地上波とかやらなくなったんですよね、J リーグとか。うん でまあ、それによって、まあ、ちょっと遠ざかってたんですけど、まあ、このポッドキャストもちょくちょく話してるけど割とワールドカップ以降なんか熱が再燃してきて、うん、で今年はプレミアリーグとかユーネクスト入ってたのもあってまあちゃん割と見てるんですけどあ,、まあ、あとなんか最近 J リーグの試合をちょっと見に行く機会があって久々に、ええ、あの国立で見たんですけどなんか今年 J リーグ30周年で、なんか国立で、国立ってホームのチームないから、J1 に。うん、だから基本 J リーグの試合あんまりやらないんですけど、今年はなんかまあ特別だからって言って、僕が見たのは、川崎対湘南、ベルマーレの試合見たんですけど、うん、その時は、あれはベルマーレか、ホームだったのかな。だからまあ湘南のチームなんだけど、 あの国立借りて国立をホーム扱いにして1試合やるみたいなのがあったんですよね。で改めて見に行くとやっぱ面白いなと思って、まあ、最近、まあね、ちょうど日本代表そういうのやってるけど、うんうん、しかも何より強いしね日本代表が。ああ代表ね。うん、代表は見てて楽しいよね最近は。そう、まあ、やってるサッカーも面白いし、うん、まあ,あとあのね日本人もいろいろ。 海外のクラブで活躍してるし活躍っていうのが本当に活躍してるし、ね、<laughs> なんかこうひいけめん、うん、なしに <laughs>、うん、まあだからちょっとサッカー熱がちょっと最近は上がってきてますね、うん、でなんか最近そうこうサッカー、まあ、ちょっと離れててもう一回見返してみるとなんかデザインに結構力入れてるところ増えてきたなっていう印象があって<う>で、まあ、やっぱ結構リブランディングと結構してるんですよねあの<う>そう例えば まあこのサッカークラブでリブランディングっていうと一番こう名前が上がるのがまあユベントスっていうイタリアのクラブなんですけど元々のロゴを見もいもとのこのユベントスってクラブがまあイタリアのまあ競合クラブなんですけどまあなんかこう白黒の,あのユニフォームが特徴的なチームで,でロゴも何て言うのかな あの白黒の字にうなんか特徴的な馬が馬がロゴに入ってるんですよ。フェラーリのロゴみたいな感じにちょっと近いんですけどす、ね、白黒の縦縞のストライプに馬のなんかシンボルがついてるみたいな感じですね、うん、で結構この馬がこう特徴的だったんですけど2017年にそれを大胆にもうロゴから消してユベントスの「J」っていうのを まあ、シンボル化したものをこうシンボルにして、うん、まあ大胆にリブランドしたっていうのが、まあ、一個事例としてあってなんかあの,そのストライプをなんかイメージとして残しつつ J をシンボル化したみたいな感じっぽいですねそう,そ,そうなんですよねだからストライプもなんか直接的にストライプをこうロゴに残したっていうよりは、まあ、J の構成する一要素として割と抽象化した感じで残したみたいな感じなんですよね、うんうん で、まあ、これ手掛けたのがインターブランド,インターブランドっていうまあなんか世界で一番大きいブランディングファームがやってたらしいんですけどうんなんかオニスカタイガーとかもここがやってるみたいですねだからまあそういうスポーツ系のブランディングにも長けているようなところらしくてまあ狙いとしてはこうスポーツのブランドからなんかもうライフスタイルというかファッションとかもカバーできるようなまあブランドになりたいみたいな。 意図はい、はい、を込めて、まあ、かなり大胆にリブランドしたらしくて、まあ、なんかイメージ、なんか、最近、キャップ、結構かぶってる人多いと思うんだけど、うん、割となんか、ヤンキースのキャップとかかぶってる人いるじゃないですか、全然野球好きそうじゃないのに。<laughs> いや、僕、あんまり見たことないですよ。う <laughs> そ。いや、なんか都会じゃないからかもしれないですけど、<laughs> いや、そんなことないと思う。<laughs> <laughs> なんかニューエラのキャップで、ニューヨークヤンキースのロゴが入ったキャップとかを、普通の女子大生とかかぶってるとか、ああなんかまあ。 そう,そうそう、そう、えー、なんか流行ってるらしいんですよ。うん。だ、うん、かまあそれぐらい。なんかスポーツのス,スポーツのチームであるってことをまあ意識させないぐらい。なんか。まあ、このロゴがこうまあ、ファッションプランファッションアイテムとしてもこう馴染むようなことを考えてるのかなとか。うん。まあ,あと当然なんかデジタルとの親和性みたいなところも結構考えてると思うんですよね。うん、なんか。 まあ昔のロゴって、まあ、サッカーのクラブにありがちなんだけど結構こう造形としては入り組んでるようなロゴが多いんですよね。うん、で結構なんか星とか入れてるクラブも多くて大体優勝するとロゴに星を一つ入れるんですよ。ああそういう感じなんだ。あれだったかな 回優勝で1個だったかなまあなんかめちゃめちゃ優勝してるクラブはあの <laughs> 1個1個入れていくととんでもない数になってくんで、うん、まあ結構5個に5個5回優勝したら1個入れるとか、まあ、そういう感じだったりするんだけどまあユベントスはその星さえもまあ取っ払ってもう大胆にこう J に集中したみたいな、うんうん、感じでまあ結構これが。 サッカーチームでリブラウンドっていうと、まあ、その振り幅も大きかったから、まあ結構、話題になってたんですよねで。まあこれが2017年ぐらいで、で、結構それに追従するクラブも多くて、まあ例えば、ロゴ最近変更したオーナークラブっていう記事があるんですけど、まあ大体、こう、まあここまで大胆にやってる例って、まあそんなにないんですけど、うん。うん。まあでも大体はこう、まあ最近のロゴの、 あのリブランディングした時のロゴのリニューアルの流れに,流れにまあ沿って、まあ、大体結構抽象化してシンプルなロゴに、うん、ロゴシンボルになってることが多いんですよね。まあ、例えばインテルとかあの割と色使いとしてもまあ3色4色ぐらい構成されたのをアードシっていう特徴的な色だけ残して、まあ、色自体も結構こうデジタル系が良さそうなちょっとパキッとした色合いに変わったりとか。 なんかインテルとかユニフォームとかも、このいうカラーのイメージあるから、そうなってる感じします,、ねなすうん、まあ結構なんか、残してる要素としては、あーそのクラブっぽいってのを結構残してるんですよね。うん、アトレティコ・マドリードっていうクラブも、赤白のユニフォームが結構特徴的だったりするんで、それを残してたりとかで、結構日本で大胆にやったなっていうのは、ガンバ大阪ですね、これ2022年の例なんですけど。ほ、うん、ほうほう ガンボ大阪はおそらくかなりユベントスの例を意識してるような感じでもともとかなりこうなんだろう日本エンブレム的というかあの真ん中になんていうのなんていうんですかこのヨーロッパのエンブレムみたいなカモンみたいなやつの周りにあのちょっとあのそれの装飾みたいのがついててでさらにそこにリボンがついてるみたいなまあなんか想像するサッカークラブのエンブレムみたいなものからまあ一気に。 G だけにするみたいな多分あれだよねこの縦っぽいモチーフがあって多分そこの部分だけなんかシェイプとして残してる感じはあるよね、うん、多分その G をなんかその縦を模した感じの感じのところは残してみたいなそうですね,ですねただ結構シンプルな様子をそぎ落としてってるっていう感じがありますね、うんうん、そうとかまああとね「東京ベルディ」とかも結構大胆にベいてるした、ね、ベルディとかはね 結構もう歴史があるんじゃないですか、ベルディとか。そうですね、まあ、ベルディは、まあ、J リーグの、まあ、初代チャンピオンでもともとこう、まあ、まあ、今な、J2 長らく J2 にいるんだけど、うん、まあ結構こう強豪クラブだったっていうところも、まあ、その伝統もあり、うん、まあ、結構その振り幅の印象としても、元のロゴが。あー、これだ。うん、なんか。 わしなのか。そうなんですよ。わしが結構、まあ、ベルリーのキャラクターもわしのキャラクターがいたりするんですけど。はい,はい,はい、いや、このイメージありますよね。まあ、僕らの世代というか、<laughs> J リーグのできた当初のが、こう、ちょうど中学生、小学生ぐらいでじゃないですか、うん、僕らって。<laughs> で、なんか当時、ベルリー強かったから、このわしのマークの印象すごい強いと思うんだけど。ね、黄色のこのわしのマークに緑っていう、なんかイメージあるよね、うん。そう。で、まあ、ちゅ 印象的には緑だけは残して、で、まあわしもかなり、まあ、だいぶ抽象化した感じで、うん、あの残したような感じですよね。そうですね。うん、これもなんかやっぱ縦っぽい、な,なんか縦っぽい感じにするんですね。そこは多分サッカー、<laughs> サッカークラブのトンマなというか、みたいなところで残してる印象ありますねなんか縦っぽいいの多いよね。 まあ多分この辺もともとヨーロッパから来てるんじゃないかなと思うんですけどね。縦、はいはい、なのか分かんないけど。いや、縦、ね、だ,だと思います、これは。だから、まあ、自由自軍とか、なんかああいう時代の <laughs> <laughs> <ん>ところから来てるんと思うんですけど、ねうん。確かに言われてみると、僕あんま <laughs> 気になってなかったけど、確かに野球クラブとかではあんまないっすよね、この縦のんいやなんか結構 だからそういう意味でも、まあ、微妙に違うんだけど似,か似たりよったりみたいなとこ多いじゃないですかなんかその、うん、形的に。あー似てますね、うん、だからそういう部分でなんかこうさやっぱりさっきの「ユベントス」とかはもう印象としてパッと見の印象としてなんか全然違うっていう印象すごいあるなっていうふうに、うん、確かに,確かにユベントスはその縦から脱却してますねそういう意味では。うん まあでも若干この縦感を残してんのかもしれないけどこれ <laughs> うんあその辺でもまあやっぱうまい感じはありますよね <laughs> 実はなんか <laughs> 縦感が残ってんのかもしれないねこれ <laughs> なんかよく見ると, <laughs> うんあとまあでもなんかね形状としては全然パッと見の形状としてはなんか全然違う感じの印象があるからんなんかうまく差別化できてるような気はするけどね 薄まったことによってそういうまあ例えば T シャツとかに入っててもなんかサッ,カーサッカーの T シャツだなみたいな感じが薄まってまあファッション的に使いやすいとかも、うん、まああるんでしょうねいやこれはかなり使いやすそうだよね、うん、このモチーフっていうのは単色っていう部分もあるし、うん、いろんな部分で使いやすそう、うん、まあしかももともとね白と黒だっていうカラーでやってるからなんか特徴的な色っていうのが なないいいいっていう部分もも実は強いのかもしれないけど色が出しづらいっていう部分ももちろんあるんだけどん,なんかそれをうまく使おうとしてるっていう感じはあるのかもしれないね。そうで,す、ね、でまあベルディとか、まあ、明確にベルディブランドっていうのをまあ育てていくっていう足がかりにしたいみたいな意図、うん、まあその単なるスポーツブランドではなくしたいっていうところがあるみたいですね。はいはいはい あと面白いのは、リバプール、あの日本人の遠藤選手が、うん、まあ最近移籍しましたけど、うん、リバプールとかはロゴ2つあるんですよ。使い分けてるんですよね。えー、まあ割と縦っぽい。縦っぽいやつね。うん、これがまあオフィシャル、まあ両方オフィシャルなんだけど、まあなんだろうな。まあサッカー、競技の文脈でよく使われるロゴで。はいはい、で、特徴的なのはこの真ん中の鳥みたいなやつがいて、うん、で、それだけを取り出した。 より抽象化したロゴもあってこれはなんか結構あのトレーニングウェアとかそういうところで使われてるんですよねあ<ー>、うん、確かに良さそうそういう文脈で使うのはだからよりこうファッション性のが求められるような文脈でそのよりシンプルなロゴを使うで一方でなんか伝統とかそういうのが求められるところでは縦、うん、っぽいもともとのもともとの伝統を引き継いだロゴを使うっていうような使い分けをしてるみたいですねう,ーんうん なんかシンプルなやつに統一しようみたいにならないんですかねうん、まあ、でもなんかサッカーファン的にも結構リバプールってこの赤っていうこのちょ,、うん、ちょっとなんかくすんだ赤とあとこの鳥の膜っていうのがまあリバプールといえばこれだなみたいな <laughs> まあベルディといえばわしだなみたいなイメージがあるからあ<ー>なんか正直なんか言われるまでそんな気づかなかったですねあ二2種類確かに言われてみればあるなみたいな。 まあどうしてもねなんか複雑なモチーフだといろいろな部分で使いづらいっていうのはあるからね、うん、だからそういう意味でも結構いろんなブランドがシンプル目によっていってるっていうところがあると思うんだけどね、うん、そうだからまあこういう文脈によって使い分けているだからユニフォームあそうかユニフォームに入ってるのもこの抽象化されたロゴなのかうんそうとかねまあそうこういうことをしてるチームもあって、まあ、ちなみにまあタクラムも あのシメズエスパルスのロゴのリブランドをやってましたね。<ー>でまああとまあ今のここまでの話はまあクラブレベルの話なんですけど、まあ、リーグレベルでも結構デザインに力入れてるなっていうのがあって、まあ、それがプレミアリーグなんですよね。でまあプレミアリーグというのはのイギリスのプロリーグなんですけど、うん、まあ今まあ一番強豪クラブがもう多くて。 でまあ、お金も多分一番集まってるのがまあこのプレミアリーグで。で、プレミアリーグはロゴだけじゃなくて、まあ、VI 全体的にあの刷新して、まあ、かつうまくこうコントロールしてるなっていうような印象なんですけど、ロゴだけ見ると、まあ、これもちょっともともとリーグなんだけど、縦感があるようなロゴだったんですね。これも。もともとこのライオンがトレードマークなんですよ。このプレミアリーグっていうのは、うん もともとなんか、イングランド代表がマスリーライオンズっていう、まあ、ライオンをトレードマークにしたロゴを持ってて、<ー>まあそこから来て、多分プレミアリーグもライオンなんだと思うんですけど、だからまあ結構、プレミアリーグといえばライオンって印象は、結構サッカーファンでも強い、まあイン、プレミアリーグとかイングランドといえばライオンみたいな印象。<ー>で、まあ、このロゴの変更にあたっては、ライオンだけを残して、で、このプレミアリーグ。 っていうまあちょっとこの特徴的な書体でまあロゴを構成するっていうような変更をやっていてでこの書体はモノタイプが作ったみたいですねうんかなりジオメトリックな書体ですね、うん、なんかでもプレミアリーグのシンボルマークはもう僕はこのイメージしかないわ 逆に昔のイメージって、そんな見てなかったっていうのもあって、ないから、なんかこのイメージしかもう僕の中でないですね。この今のシンプルなライオンの顔のイメージっていうんですか、うん。プレミアリーグはめちゃめちゃコントロールされてると思いますね。どこ見てもこれ使う、必ずこれだし、あとあ、VI 全体その、なんていうのかな、ロゴもそうだし、書体もそうだし、あとこう、試合とか見てると、あの、左上に何対何とか出たりとか、うん。はいはいはい。 あとクラブ名とかその辺のこう、まあ、画面の UI というか、うん、そこもまあこの VR に沿った形になってるんですよね<ー>でちょっとこのビビットなこのカラーリングとかも全部そこら辺も引き継がれてるんですよね、うん、その試合中の見てる画面にもであと何て言ったらいいのかなブリッジの映像みたいのが入るんですよその、うん、例えば試合中にプレビューみたいな映像が流れる時にロゴが一瞬ファッて出て モーションロゴみたいなですね。そうそう、モーションロゴが一応入るとか、はいはい、うん、まああるんですけど、<え>そういうのも全部。映像と映像の合間に、なんかちょっと出すみたいなやつですよね。そうそうそう、そういうのも全部、まあ、うん、VR 全体を踏襲した形になってたりとか。すごい、このカラーリングとかもすごいアクティブな,色なてて、そうなんですよね。なんか、しかもちょっとそれにちゃんと合わせて、そのロゴが映えるような配色になってる印象がありますね。うん なかなかここまで統一してやってるリーグって他にないんでまあ結構そういう意味でも成功例なんだろうなという感じですねなんか J リーグももっとかっこよくしてほしいなそうなんですよね J リーグってなんか昔から変わんないよね、まあ、そこが実はね最近ねまあちょっとずつ変わってるんですよあそうなんですかまあそれを拓倉もやってるんですけどなんか昔からあのさなんか JJ にさなんか 丸いマークがついたやつみたいな感じのやつじゃないですか、うん、なんかまあ僕も別にプロジェクトにかかってないから全然知らないんだけど表に出てるやつだと最近だとオフィシャルナンバーそのユニフォームのナンバーとかのあ前なんかちょっと話してたっけその話そう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 いうの,あのリニューアルしたりだとか、うん、まあ,あと J のロゴ本体は多分いじってないと思うけどあの30周年 のそういう執念用のロゴとかはタクロムがやってたりしますね。うん。キングくんって言うらしいんだけど、あのサッカーボールの昔からやりたリよグのキャラクター。はい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 。<laughs> あの子が 3D 化されたりとか。3? <laughs> あ、3? え、前から 3D 化されてるけどあー、CG でってことか。あ、そう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 。コンピュータグラフィックスの、うん、なキングくんそうそうそう。ああのー。 でなんかね、単に 3D にするだけ,だけじゃなくてあの30年経ってるからっつってちょっとキング君の王冠に手垢がついてたりとか,かそういうところもやってるみたいですね。がまあ、まあ、全体パキッと変わったなって印象はまだないんだけどでもなんかこういう。 あのまあ、宝も出かけたやつとかも含めて最近 JL 組に行ったらそれがあの電光掲示板に出てたりとか、まあ、なんか徐々に徐々に変わってるんだなっていう印象ではありましたね。うんだ僕一番 JL 組に行ってたのこうあのまあ名古屋にいた時とかグランパスの試合とかよく見に行ってたけど、うん、まあ正直そんなかっこいいなみたいなイメージはまあなかったんですけど。 この間久々にその国立で試合を見た時、まあ、国立だからなのかもしれないけどなんかだいぶなんか見せ方とかもあのかっこよくなったなっていうのは思いましたけどね J リーグも、うん、あと J リーグだけじゃなくて日本サッカー協会 JFA もうこれ2017年か地味にちょっとだけリブランドしたりとかもしてましたねああ<ー>まあなんかまだちょっとやぼったいなって印象もなんかあるんですけど、うん でもなんか最近、あまあ、ちょっと話されるけど、日本代表 YouTube やってるんですよ。で、こっは結構面白いっすよ。すーチームカムっていうなんか、大体代表戦やると、その前後で、そのロッカールームの裏側とかで選手が何話してるとかっていうのを全部密着して流してるんですよ。<ー>で、これとかもなんか、YouTube のまあ構成とかも、 あの見せ方とかも含めてかなりちゃんとやってんなっていうような感じで、まあ、J リーグもちょっとずつそういうブランド J リーグというか日本代表もそういうブランディングにちょっとずつ力入れ,入れ始めたのかなっていうような印象ではありますねまあという感じで、まあ、結構なんかサッカーデザインに力入れてる会社クラブとかリーグとか増えてきたなっていう感じなんですよでまあこれで何でなんだろうなと思って 1で、まあ、一個はまあやっぱサッカーが、まあ、特にヨーロッパだと一大ビジネスになってるから、うん、そこにお金がめっちゃ集まると。そうだね、でサッカーのクラブって、まあ、結構その収益の大多数がまだ放映権っていう、まあ、大体、まあ、プレミアリーグとか J リーグとかもそうだけど、まあ、J リーグはそうか例えばダゾーンが放映権を買いました、うん、でそれによって巨額のお金が来ました。でまあ、デメリットとしては 地上波で見れなくなくっってしまったで僕とかもちょっと距離が離れてしまったみたいなのもあるんだけどメリットとしてはそれによってイニエスタが来ました大体リーグが放映権っていうのを分配するんですよね各クラブに、うん、でそれによってイニエスタが来ましたとかあとフェルナント・トーレスがトスに来ましたとかなんかまあ有名クラブでバリバリやってた選手が30代半ばになってきて日本に来るみたいなのが J リーグ初期はあったけど、うん、まあここに来てもう一回来たみたいなのはまあ結構その放映権の分配側の影響が大きいんですよね。うん、とか、プレミアリーグは結構今力が集中してるってのもその放映権の価値がめちゃめちゃ上がってるからっていうのもあったり。だから、放映権の価値が上がるっていうことはまあ結構いろんな人が注目するってところだからまあ結構やっぱまあプレミアリーグとかもインターネットでの流通みたいなところを結構考えてると思うんですよね。うん、まあ,あとはグッズ収益とかも。 クラブ経営の中でで結構大事な要素でもあって、まあ、だからさっきのファッション系、うん、ファッションアイテムへの親和性みたいのを考えて、まあ、ロゴ2つ用意するとかそういうところやってるところもあるんじゃないかなと思うんですよね。でなんかもうちょっとなんかこうサッカー、うん、サッなんだろうなそういうお金的なお金とかビジネス的なところだけじゃなくて、うん、なんかサッカーならではのなんかこう理由とかあるのかなと思って。 なんかあんまこうデザインの文脈で作か語ってるのってそんなないんですけど記事とか本とかないんですけど、はい、なんか唯一なんか弱いとダサいの因果関係みたいなこう本があってあ<ー>本じゃないや <laughs> ノートがあって <laughs>、うん、あ<ー>これ結構面白くて。 で、なんかこの人が本出してたんですよ、最近。で、うん、それがサッカー書籍、2023年に出たサッカー書籍の中で一番人気みたいな、なんかランキング、なんか特集とかに取り上げられてて、まあ、それが面白かったんで、ちょっとその話もしようかなと思うんですけど、闘争競争・闘争理論、サッカーは競うべきか戦うべきかっていう理論、理論っていうか、本、本、本なんですけど、うん、で、なんかこの人、まだ結構若くて、僕より、 個下のの人なのかなか指導者を結構目指してるような人でもともとアルゼンチンとかであの修行をしていて、まあ、南米のコーチライセンスを持ってたりとかでなんか日本であの地域クラブの監督をやってたりとかするらしいんですけどでなんかこの人が、まあまあ、まずなんかまあ最終ゴールては結構見た目が大事だみたいな話につながっていくんですけど、うん、まあそれのまあ前段として、まあ、なぜそうな,のそうなのかみたいなところから。 まあまあ、なぜそのゴールに行くのかみたいなところからまあスタートするんですけど、まあ、まずなんかこの本のタイトルにも出てる競争と闘争の違いがあるみたいな話からスタートするんですよ、うん、で競争っていうのはコンペティションで闘争っていうのはまあ戦う <laughs> まあ文字通り戦うみたいなことですよね、うん、日本ってまあ結構スポーツ大国だみたいな話から始まってでまあ オリンピックとか見ても、まあ、いろんなスポーツで金メダル取ったりするじゃないですか。うん、で唯一そのサッカーとかまたバスケとかあとはラグビーとかそういうスポーツってなかなか日本が勝ててない分野じゃないですか。うんうん、でまあサッカーはまだ最近あのようやく強くなってきたっていうような感覚なんですけど、まあ、まだまだやっぱ他のまの、あ、例えばなんかマラソンとか柔道とかなんかそういった。 競技に比べるとやっぱ日本は勝ててない分野スポーツですとでその違いが、まあ、この人が言うにはまず競争ってのは、まあ、異なる空間とか時間において優劣を競うような、あのー、スポーツ例えば、うん、マラソンとか水泳とか、あのー、駅伝とかなんかこう、うん、時間とか空間とかが明確に他のプレイヤーと違うようなスポーツ 水泳だったらまあ明確にレーンが決まってて他の選手を妨害するみたいなことがまあできないじゃないですか<ー>っていうのをまあ競争って言ってるんですよねあとはフィギュアス,、まあ、スケートとか他のプレイヤーと直接的なこう交わり,ないわり合いがないっていうかねそう,そういう感じだよねきっとそうそうそう水泳だったら空間がそもそも分かれてるレーンが分かれてる、うん、フィギュアスケートとかだったらあのプレイする時間が違ったりとか、うん、時間が異なってるとかはいはい、はいうん で一方闘争って言ってるのはその逆で時間と空間を共にして優劣を競うようなスポーツだから相手のプレイヤーに対して妨害したりとかをできるようなスポーツん、はい、かまあサッカーもそうだしボクシングとかあのレスリングとかまあそういったスポーツも闘争だとでその2つをまあさらに個人と団体でまあ分けることができますよねっていうようなことを言ってて、うん、日本がこうあの特に 結果が出てないなかなかこうそういう大会とかで結果が出しづらいスポーツっていうのが特に団体の闘争の系のスポーツだっていうふうに言ってて、うん、だから逆に個人の闘争系のスポーツ空手とか柔道とかっていうのはまあ結構日本人勝つじゃないですかオリンピックとか見てても、うん、で一方で団体闘争の中だとなかなか勝ててないと。 ただなんか団体闘争の中にも間接的団体闘争と直接的なものの2つがあるよねっていう風にまあさらに分,分割できるよねって言ってて間接的っていうのはまあ野球とかバレーボールとかテニスとかって言われてるんですけどまあ野球とかまあかりやすいですけどその結構野球ってこうさっきの競争と闘争の文脈で言うと結構こう間にあるじゃないですか明確にまあそうね。守るのと攻めるのの。 あの時間が分かれてたりとか。うん、うん、まあ多少クロスプレーみたいなのもあるけど、ある程度なんかこうルールにのっとってなんかやってる部分があって、なんか別れてる感じがするね。なるほど、複雑に絡み合ってるって印象はないよね。そう,そう,そう,うん、ダブルスのテニスとか、あとはバレーボールとかも。一応こう。あのコートが分かれてたりしてまあなんかこう影響を与えることはできるんだけど、サッカーとかバスケほど。 こう密接にこう空間とかを共にしてないじゃないですかバドミントンとかもまあ、ねうん、ダブルスであるけどコートは別でしょうみたいなこと、ね、そうそう,そう,そう,そうはいはいはい。うん、確かにね相手の邪魔してなんか叩くみたいなことしないもんねそう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 だからやっぱそう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 なかそう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 のうそ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 て,て でそこに当たるのがサッカー、バスケ、ラグビー、ハンドボールとかっていうようなスポーツであるっていうことをこう言ってましたね。まあうん、まあ、明確にフィジカルを求められそうな感じがあるけどね。<laughs> そうなんですよその。その分野ってやっぱり体がぶつかり合うからね、どうしても、うん。で、普通に考えると、まあ、フィジカルの問題だよね、日本人には向いてないよねっていう話になっちゃうじゃないですか。まあまあまあ、多くはそうなりがちだよね。で、うん、でも、まあ、そこで そのもうちょっと一歩踏み込んで考えてみたらどうなんだっていうのがまあこの本なんですよね。で、まあ、サッカーっていうのは、まあ、これは僕も面白いところだと思うんだけど戦術も大事だしあと技術も大事だし、うん、あとは当然フィジカルも大事だし、うん、あとメンタルも大事だし、うん、あとなんか社会的な要素も結構影響してると思うんですよ。それこそヨーロッパがなんで強いかって言ったらやっぱその歴史が結構長いからだったりとかその分こう 密接にこう生活になのなんだろう一部になってたりとか、まあ、それによってまあサポーターがすげえ応援するとかもあるしあとはなんかそれによって移民政策とかそういうのの影響をめちゃめちゃ受けるんですよねサッカーってだからフランス代表とか見るとほとんど移民の,あのアフリカ出身の選手だったりとかあと最近日本代表とカナダがやってたけどカナダも最近強くなってきたなと思ったらやっぱり移民の人がめちゃめちゃ増えてるしカナダって結構移民政策を 大体的にやってるからそれによって多分強くなってるんだろうなって思うんですよね。あ、結構そういう社会的な影響もかなり出るスポーツであると思うんですよ。でまあそういう意味ではまあ結構さ日本におけるサッカーってまあ後から入ってきたものではもともとあったものではないから。 まあそういう意味で、まあサ日本にとってサッカーはノン、まあノンネイティブであるみたいなことを言ってて、うん、うん。まあじゃあそれ何がノンネイティブなのか、まあ単純に身体の問題だけじゃないよねっていう話がスタートして、まあ特になんか日本人のサッカー選手とかって、今でこそヨーロッパでもめちゃめちゃ活躍してますけど、昔ってなんか技術はあるんだけど、技術はあの全然ヨーロッパでは通用するんだけど、なかなかやっぱこう、 試合に出てみるとなかなか活躍できないよねみたいな評価がされがちだったんですよ。んなんかそれこそ、まあ、中田とか中村俊介とかなんか喜んでなんかすごい特徴的だよね。うん、なんか印象的,印象的分かりやすいっていうかさフリーキックはめちゃくちゃうまいけど、うん、みたいなそうなんですよ。まあなんか他はなんかそうまあそこそこみたいな、うん。なんか多分今の時代でも技術だけだったら全然こう超トップレベルの選手だったと思うんですけど。うん まあやっぱクラブレベルで見てみると、まあやっぱス,、まあ、スコットランドリーグで、まあ、めちゃめちゃ活躍してたけど、なかなか五大リーグには行けなかったり、セリアにもいたけどね、うん、やっぱ株会クラブだったりとかしてたんですよね。だから結構もともとやっぱ技術ってのは日本人でもその団体闘争の中でもかなり戦える分野ではあるんですけど、うん、でもそれって闘争において技術ってのはそんな重要じゃないよねっていうような話をしてて、うん、そう。あの競争要は明確に あの時間とか空間とかが違う中でやるスポーツにおいては技術っていうのはすごく大事、うん、まあ例えばゴルフだとか、うん、ゴルフとかまあ明らかに技術で勝負してる感じですよね、うん、だけどそのサッカーみたいなその闘争系のスポーツだと技術よりも他人とか自分とかチームメイトに与える影響っていう方が大事なんじゃないかっていう話をしてて、うん、はいはい まず競争系のスポーツゴルフとかっていうのはその個人個人が持ってる技術をちゃんと発揮させる時間とかがまあ保証されてるわけなんですよ。うん、この本で言うと権利が保証されてるって言ってるんだけどだからまあゴルフもここの時間はあなたがあなたの技術を発揮する時間ですよっていうのがまあ一人一人,一人一人与えられるし、はい、まあ水泳とかもこのレーンがあなたの技術を発揮するレーンですよっていうのがまあ与えられるわけじゃないですか。 で一方、闘争系のまあサッカーとかラグビーとかバスケとかってあなたの技術を発揮させますっていう保証が与えられない、うん、で逆に何が保証されてるかって言ったら相手のプレイヤーに影響を与えるっていう権利が保障されているっていうふうなことを言ってて、まあ、面白いなと思ったのはそのラグビーとかサッカーとかは団体闘争って まあこの本の中で分類されているスポーツなんだけど、うん、逆に個人闘争個人の闘争系のスポーツに目を向けると結構結果出してるのもあるんですよそれがまあ柔道ででまあこの本の分析だと柔道がなんで闘争の中でも日本人が得意なのかって言ったらある程度型があってあと判定の要素もあるじゃないですか柔道って、うん、判定勝ちとか、うん、なんかまあそういうのがあるスポーツは比較的闘争系の中でも力が出している。 でボクシングとかも日本人が勝ててるスポーツなんだけど逆に総合格闘技とかはなんか勝ててないとか言ってて、うん、でそれってのは、まあ、総合格闘技の方がより相手のプレイヤーに影響を与えるその相手のプレイヤーに干渉する余地が大きいから、まあ、勝ててないんじゃないかっていう,う、うん、なるほどね自由度が高い方がやっぱりちょっと難しくなっていくるっていうまあより何でもありになってきくると来て、まあ、かつ 個人じゃなくてそれがチームーチームで何でもありっていう状況になってくるとやっぱ日本は途端に勝てなくなってくるう,そうかも、ね、う,う確かにか野球もそういう例だもんね、うん、結局ルールの中で戦ってるっていうような感じだから、ね、まあ割と勝ちやすいっていう分野に入ってて、うん、そうですねあ、うんださっきのだからね その中村俊輔選手のフリーキックとも分かりやすい例す、ねうん、<laughs> そうね、<分>確かにね。<laughs> フリーキックってそのサッカーの中でもさ、もう特別な時間だわけじゃよね。うん、確,か確かにね。もう自分が蹴れる時間みたいな。うん、だから、そういうところでは,は発揮しやすいけどみたいなことだよね、うん、きっと。そうですね。特に闘争の、団体闘争のスポーツにおいては、まあ、技術をいかに発揮するかっていう視点、技術をいかに磨くかっていうことよりも、なんかこう、 相手にどう影響を与えるかとか、うん、あの仲間にどういう影響を与えるかとかなんかそういう自分じゃなくてその外に目を向けることっていうのがまあ大事なんじゃないかっていうう言っててで、まあ、それとまあ要は周りが見えるっていうことで,、うん、で結構なんか最近の活躍してる富安とかあとは久保とかそうなんだけど、うん、めちゃめちゃ周りが見えてるっていう,うに言われるんですよ。うん で実際プレイとかを見るとめちゃめちゃ首を振ってたりとか、ね、あとルックアップとか言うんですけどその周りをとにかく見てる。うん、でやっぱその周りをちゃんと把握するっていうところあとなんか日本人の元代表だと中村健吾とかもそうなんですけどまあその試合全体も俯瞰して見れるそのま,あまるでこう上から見てる鳥のように見てるかのように見るぐらい周りを把握してるからあれだけ活躍できたんだというふうに言われたりして。うん 練習をしてとにかく技術を磨いてそれを持って自信をつけて試合に出てそれで活躍するんだみたいなこう思考回路に結構部活とかやってるとなりがちじゃないですか。うん、なんだけどサッカーとか、まあ、そういう闘争系のスポーツにおいては練習をして自信をつけて試合に出るんじゃなくて試合をまずはやって自信をつけてそれで練習に向かうんだみたいなその順番が逆の方が合ってるんじゃないかみたいな。んで特になんか プロスポーツの場合、スカウティングをかなり重視する、サッカーにおいてもスカウティングを重視してるんですよね。で、監督に代表戦とか特にそうだけど、非公開練習とかやったりして、だから、スカウティング、相手のスカウトを入れないようにして、非公開で練習するとかはいやるんだけど、それってある意味、スカウティングをして、どういう相手がどういう戦術で来るかみたいな、相手を知って、要はそれ、仮想で、脳内で、仮想で試合をしてるみたいなもので。 で練習はあくまでそれのそうあった場合にどうするかっていうののリハーサルをしてるみたいな感じで、まあ、練習をしてるっていうふうに、まあ、この本の中で書いてて、まあ、だからそれはまあなんかやみもに練習して技術を磨くんじゃなくて、まあ、あくまで試合相手があって、まあ、それの予行練習としてでまあ練習をやってるんだみたいな,、うん、なんかまあその順番が大事なんじゃないかみたいなことを言ってましたねうどうしてもその周りじゃなくて自分に集中してしまう まあこの本だと内的集中って言ってるんだけどその自分自身がどうあるか自分自身の技術をどう磨くかみたいなところに目がいくとどうしても練習練習練習になってでまあその結果結構なんか理不尽な練習量を求められたりとかなんかまあ部活とかも結構走り込みやらされたりとかまあ,あるじゃないですかまあそういうのにつながっていくんじゃないかっていうふうなことを言ってましたね。なんかかでも確かに 僕のサッカー、サッカー、そこまで見てるわけじゃないけど、うん、サッカーの練習って、個人の練習っていうよりも、戦術の練習してるっていうイメージの方が、なんかすごい強い印象ありますよね。うんうん、で、一方、なんか野球って、大体個人の練習なんだよね。か確かに、確かにそうです、ね。連携の練習、もちろんあるんだけど、うん、それってあんまりイメージないんだよね。 大体、うん、投手がひたすら投げ込むとか、<laughs> 確かにね、大体バットー,なバターが、そうそう、なんかね、ノックするとか、<laughs> うん、なんかあんまりないんだよね、まあ、もちろんそのバントの連携練習とかもそういうのもあるんだけど、うん、なんかそれは一部であって、うん、なんか割と個人でみんな頑張ってやるみたいな印象がどうしてもあって、うん、一郎もなんか、みんなと連携して練習してるイメージないもんね、確かにひ,たひたすら一人でやってるイメージある。うん か結構、なんか日本だとそういう、まあ、やっぱり野球とかの影響も結構強かったりするのかもしれないですけど、まあ、やっぱ個人の練習をどうしても磨くんだみたいなこう風潮が、うん、特に部活とかだと強くてで、それによって理不尽な練習量を求められて、で結構ヨ、やっぱヨーロッパの選手とかって全然練習、なんかもうそもそもなんか、日本だと午前練習、午後練習みたいなのがプロでもあるらしいんですよね、うん、日本とかだと。 でもその練習のまあある意味ヨーロッパとかだと休むのも練習みたいにな,な,なってるらしくてだから昔なんか中村俊輔が「お前は練習しすぎた」みたいなことを言われてたらしいんですけどイタリアにいる時に。うん、でもまあそれぐらい日本だと練習量が多いのがゼロされるような文化で、まあ、それが良くないんじゃないかって、まあ、この本ではまあこの人は言ってましたね。うん であとはその団体競争と団体闘争で、なんかチームワークもやっぱあり方が違うよねっていうことを言ってて、でまあ、野球とかもそうなんだけど、あまあ、野球はちょっと違うかな、あのまあ、特に団体競争の中でも、まあ、あ例えば駅伝とか、うん、あとは僕もやってたけど、剣道とかそうなんだけど、基本なんか団体競技とはいえ、個人の成果の積み重ねじゃないですか、駅伝とかは特に。 団体闘争サッカーとかラグビーとかはチームで成果を一個出しますよっていうところの違いがあるから、うん、まあ駅伝とかはその個人個人が自分なりの方法でベストを尽くせばチームの成果につながるみたいなスポーツなんだけど団体闘争の場合は個人個人の頑張りでじゃなくてやっぱチームのやり方でみんながベストを尽くすみたいなことをやらないとまあ結果が出ないと。うん でそういうチームワークが、まあ、日本じゃ苦手なんじゃないかっていうふうなことを言っててなんかこう、まあ、要はその闘争的なチームワークってこの本では言ってるんだけどなんかやっぱそういうことをやろうとするとどうしてもどうしても衝突するとか議論を重ねるとかそういうことをしなきゃいけないと、うん、でこの人が言ったアルゼンチンとかではまあそういう衝突して喧嘩もするんだけどまっすぐ仲直りするとか <laughs> はい、はい、なんかこう まあそういう割り切りがすごいはっきりしてる。まあ欧米とかまあそうだって言うじゃないですかなんか。はい。だからやっぱ日本人というかまあアジアとかだとそういうのが苦手だからそういうチームワークも、うん、に影響してるんじゃないかっていうふうなことを言ってて。うん,うん。いやなんかそれは絶対あるよね。うん,なん、ね。なんかねこの前別の文脈でなんかそんなラグビーのキャプテンやってた人がなんかちょっと話してたんだけど。うん なん,かそのなんかビジネス的方面的な質問でなんかみんなが、うん、みんながこう言い,いやすいようにするとかなんかその辺の話だったかな<お>いやなんかそのどうしても、まあ、ラグビーとかだとか海外から来て帰化してっていう選手もいたりしてだから、まあ、日本明確にもともと日本人の人と、うん、その海外から来た人っていうのがいて、まあ、文化も違ったりして、うん、で海外から来た人はやっぱりみんな積極的にどっちかっていうという方。 だだったりするんだけど日本人はどうしてもこう引っ込みじゃんでなんか意見あればって言っても特に言わないんだけど、うん、なんか終わってからそういえばあれでさあみたいなことを言い始めてこう、うん、終わってからなんかここでなんか話し始めちゃったりするみたいなのがあ, <laughs> あって、まあ、これは変えなきゃいけないっていうふうになんかそのキ,ャンキャプテンが言っててなんかそのだからそれをいかにこうみんなが。 意見を出しやすい状況にするかみたいな話をその時はしてたんだけど、うんうん、なんかそういうのがやっぱあるような気がするんだよなんか、うん、民族性なのかわかんないけどなんかどうしてもその日本人は主張をなんかしないみたいな、うん、積極的に、うん、それは結構チーム戦においてなんかすごい影響を与えそうな部分ではあるよねそうですねなんかちょっと前に YouTube で「ジョホールバルの歓喜」っていうなんかあの ドーハの兵器でワールドカップ行けなくて、初めてワールドカップ決まったのが、そのジョホールバルの歓喜っていう、うん、瞬間の試合があったんですよね。で、その世代の選手たちが、なんか昔は振り返るみたいな YouTube の動画やってて、それ見てたら、その時中田がいたんですよ、中田秀俊がね。<う>でも中田がやっぱ違ったのは、もう。 その時の中田って二十歳ぐらいだったんだけど全然年上の北澤とかにもなんかもうタメ口でお前もっとああしろこうしろみたいなことを言ってたみたいな、うん、だからまあそれぐらい主張が激しくてまあ議論も全然できるような選手だったからもう活躍できたんじゃないかみたいなことを言ってて。はいはいはい でやっぱなんかさっきの,あの最近の,あの日本代表がやってるチームカムとか見てても、うん、あの久保とかね結構多分まだ212とかだと思うけど、うん、まあ全然年上の人にも嫌な感じじゃなくタメ口とか使っててやっぱその辺って、まあ、サッカーって結構そういう、まあ、それが普通だよねっていう文化って、まあ、昔からあったりすると他の競技よりも多分あるのかなっていうふうに思うんだけど、まあ、だからそれぐらいこう、まあ、みんながフラットに議論するっていうのが。 結構大事にされてる。スポーツなのかなというふうには思いますよね。うんうん、いやっぱ特にね、海外で活躍されてる方とかを見ると。コミュニケーション能力がすごい高い。っていう印象あるよね。うん、なんか。ね、言語を、を、もう覚えるのも当たり前だし。みたいな。でもなんか、やっぱ日本と。サッカーネイティブの海外の。国が違うのは、日本はサッカーにおいて、それがこう、なんていうのかな。 後付けで入ってきたというかそういうみんながフラットだよねみたいなそのサッカーチームにおいてはフラット先輩後輩なくフラットだよねっていうのがサッカーにおいてはそうだけどでも文化レベルででではまあ先輩輩後あるじゃないですかもアルゼンチンとか南米とかの,あの国に行くとそういうのがそもそも文化レベルで弱いそういうのがそもそも文化レベルでフラットだからさっき冒頭で言ったサッカーにネイティブであるっていうのはまあそういうところから来てるんじゃないかっていうこと。う それはありそうだねそういう意味でも日本人はちょっと頑張らなきゃいけないっていうサッカーをうまくやるために。なんかでもそういうなわかんないそのコミュニケーションネイティブ的なこと、うん、って結構別にスポーツに限らず求められてる気はするよね。うんようん、いやこの辺って結構チームでデザインをするとかプロダクトを作るとかにも結構似てるなと思って。はは、うん、はいはい、はい、うん でまあ、あとさっきの,そのコミュニケーション量が日本人はどうしても少なくなってしまうみたいな話、まあ、それまあサッカーでもよく言われるんだけど、うん、それって単純に考えると言葉の数発する言葉の量みたいに思うんだけどあとはボディーランゲージも少ないみたいなことを言ってて、うんうん、だからサッカーにおいてコミュニケーションでまあ口で毎回議論するわけじゃないから結構指さしてここにパスくれとかそのスペースにボール出してくれとかを試合中伝えたりとかまたアイコンタクトやるとかね。 やるんだけどその量も日本人の場合足りてないんじゃないかみたいな話をしててだからそうやってジェスチャーとかボディランゲージで出すっていうのは相手に対して意図を伝えるっていうことで,でその意図を伝え合ってその積み重ねでそれがまあチームでいうと戦術になっていくっていうふうなことを言ってるんですよね、うん、この中でこの本でいう、まあの人が考える、まあ、サッカーの理想って何なのかみたいな話をしてるんだけどそれがまあコミュニケーションその意図を伝え合う っていうのを成立させた団体がうまく時間とからまあ時間を操るっていうのは要は早く動いたりとか逆にゆっくり動いたりとか止まったりとかっていうことで空間を操るっていうのはあるスペースを使ったりとか逆に使わなかったりするだとか、うん、まあそういうのをチームレベルで高度に意図を共有しながらやるのが理想のサッカーであるみたいな。 個人でそれをやるのは時間とか空間をうまく使うっていうのはま,あまだできるんだけどそれ団体レベルでやるっていうのがまあサッカーの難しいところでありまあ、面白いところであると、まあ、特にやっぱサッカーって攻撃で守備が明確にこう定義できないじゃないですか今攻撃してるなとか今守備してるなっていうのが分かりづらいスポーツだと思うんですよねでまあ攻守が短時間に入れ替わったりするからだからそういう意味でなかなかそのコミュニケーシをこう,うまく伝え合って それをやるっていうのが、まあ、なかなかでやりづらいスポーツだから、まあ、それをまあスムーズにやれるのがまあ理想の参加であるっていうふうにことを言ってて、まあ、よく退屈な試合とか言われるんですけど、まあ、それって何なんだろうっていうと何かまあ意図が見えない意図がないような、まあ、こうサッカーを進めていきたいとかっていうのは意図がなかなかこう表現できてないような試合だと退屈なんじゃないかっていうふうに言われてて言っててで逆に意図が強制的に生まれる瞬間があるっていうふうに あの言ってて、まあ、それが例えば時間帯なんかこうロスタイムあと何分ですもうこの3分の間に試合点を取らないとあの負けますみたいな瞬間だと絶対に攻めようみたいな意図が生まれるじゃないですか、うん、あるいは逆に守り切ろうみたいな意図が生まれるとかあとは退場になってしまったとかそうするともう人数少ないしもう点取るのは諦めてもう守りに徹しようとか、うん、あとはなんかこう選手がペナルティーエリあのゴールエリアに入った みたいなところ時とかってもう明らかにもうシュート打とうみたいな意思がかなり明確になるから、まあ、それによってあのゲームの中で、まあ、強制的に緩急が生まれるみたいな瞬間があるとだからなかなかそういうここは守ろうここは攻めようみたいな意図がないようなゲームだとつまらなくなってしまうよねっていうようなまたその意図を強制させる要素として観客っていうのもあるっていうふうに言ってて。 やっぱこうヨーロッパとか南米とかの観客はその試合に対してなんか関与しようみたいな振る舞いが多いんですよね。で実際こう、まあ、プレミアリーグとか見ててもいいプレーに拍手があったりとか逆にバックパスばっかしてたらブーイングするとか、うん、なんかそういう結構なんか J リーグの試合と、まあ日本代表の試合とかもそうなんだけど結構ずっと応援、まあ、あのちゃんと応援歌,歌歌ってるみたいなのあるじゃないですか。それ、まあ、賛否両論あるんだけど あんまりこうプレーに対して何かこうサポーターが影響を及ぼすみたいなことって日本の場合あんまないなっていうのがあるんですよね。うん、まあ応援するのがサポーターの役割だみたいな風潮が強いっていうかで逆にこうプレミアルリーグとか見てると明らかにこう選手を何だろうなある意味批評してるというかなんかそういうような立場で見ているだからいいプレーには拍手してもっとやれみたいなことを促したりとかだからなんか歌ったりとかこう応援したり よりはなんかそういうなんかこうプレーにかんより関与するっていうようなあの姿勢がまあ結構ヨーロッパとか南米の関係が強いみたいなことはまあ実際僕も見ててもまあそれは確かに違うなと思っててまあそういうところからまあゲームあのその試合のどうしたいかっていう意図が生まれてくるんじゃないかっていうふうな話をしてましたね。まあ、あとはなんかまあこっから結構サッカーの話に入ってくるんだけど。 まあ攻撃と守備がなかなか明確に定義できないっていうのがまあサッカーの面白さであり難しさであるんだけど、うん、その攻撃と守備っていうのをこう難しい話にな,なるんですけど最近なんか戦術,的戦術的ピリオダイゼーションっていうのがなんかちょっと数年ぐらい前からなんかサッカー界隈で流行ってるんですよ。うん、でそれが そういうい攻守が複雑に入り組んで一見複雑に見えるようなものでもなんかフェーズに分けられるよねみたいな考え方なんですよね。はい、でピリオドピリオダイゼーションのピ,ピ,リ,ピリオドっていうのがまあフェーズっていうことなんですよ。だここは攻撃のフェーズここは守備のフェーズだよねそこから切り替わったよねみたいなのがなんとなく分けられるんじゃないか。まあ、でその分けた上で構造的に捉えた上で戦術を組み立てていきましょうみたいな考え方が。 あるんで何、うん、かもともとそれ筋トレから来てるらしいんですけど筋トレって目編みくもに筋トレするんじゃなくてあのここは筋肉をや休ませてる時間とかなんかあるじゃないですかそれはなんかピリオダイゼーションっていうらしくてでそれをサッカーの戦術で当てはめたらどうなんだっていうのがなんかちょっと流行して,るしてたらしいんですよね。それにに当ててははめてみるとだいいたこの本で言うには そのサッカーの,そのゲーム構造っていうのはまあ4分類できると。1つ目が早く相手のボールへ向かう。ボールに選手が向かっていくっていうのが1個目のフェーズ。うん、2> で2個目がゆっくり相手のボールへ向かうっていうフェーズ。うん、えー3つ目がゆっくり相手のゴールへ向かうっていうフェーズ。で4つ目が早く相手のゴールへ向かう。で要は早くゆっくりっていうのがま,あまず2小言あって。 であとはボールへ向かうのかゴールへ向かうのかっていうので4証言あるようなイメージその4つに分けられるんじゃないかっていうふうに言ってて、まあ、要はなんか攻撃と守備っていう2分類にしちゃうとなんかどうしてもなんか不整合が起こるっていうふうなことを言ってて要はこう攻撃をしてる風う、まあ、要はボールを持ってるっていうんだけど実は守備をしてるような攻め急がないみたいなこう状況があるわけですよ、うん、サッカーにおいてね。 だから攻撃と守備だけじゃなかなかこうサッカーの構造を整理できなくてそこをまあさっき言った早くゆっくりっていうのとゴールに向かってるのか相手に向かってるのかっていうのでまあ分類できるんじゃないかっていう話をしててで早く相手のゴールへ向かうっていうフェーズのことをまあダイレクトフェーズって言ってるんですけどまあこれってまあカウンターとかがそうなんですよそのなるべく早く相手のゴールを取る、まあ、最,最短なパスパス本数で、うん まあ直線的にゴーールへ向かううっていのののがここフェズで逆にゆっくり相手のゴールへ向かうっていうのがあのポゼッションって言われるやつで、うん、ボールをまわたくさん回してまず、あ、でもそれでもゴールへ徐々に徐々に向かっていくっていう、まあ、スペインとかバルセロナとかそういうあのチームがやるような戦術ですね。はい、で逆にゴールじゃなくて相手の方に向かうっていうのはどっちかというと守備の時の,あの話で早く相手,の相手に向かう,う。 っってていうのがあのプレッシングってやつ、うん、その上はボールを持ってる相手選手に向かって早くいろんな選手があの近寄っていってボールを奪っていくっていうのが、まあ、プレッシングってやつで,で逆にそれをゆっくりにした場合がちょっと構えてブロックそれはブロックフェーズって言うんですけど、まあ、あのあのワールドカップで日本代表がやったようなことなんですけどなんか、うん、ただファイブバックとかにして相手が来たのを構えてボールを取るみたいな。パススコース カットしていそう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 。はい、っていうなんか4分類にすると要はなんか言いたいことはそのゆっくりなのか速くなのかっていう、うん、その意図をちゃんと共有しておくのが大事なんだっていう話でそのまあサッカーの構造をその今の4象限にするとゆっくり速く相手に向かってんのかボールに向かってんのかっていう違いだからその意図をちゃんと共有するのが、まああのまあ、要は戦術なんだっていうふうなことを言ってるんですよね。うんまあ、だかからなんかこう まあただボールを持ってるのが、まあ、それがまあ攻撃なのか守備なのかっていうだけだと、まあ、やっぱ意図がないのでそこで今はゆっくり行くべきなのかそれは今は早く行くべきなのか相手に行くべきなのかボールに行くべきなのかみたいなところをまあちゃんと伝え合うっていうところがまあサッカーでコミュニケーションっていう話なんですよねうんでまあそれをするためにさっきのジェスチャーとかがまあ大事であるみたいな話であともう一個がやっぱ感情もコミュニケーションの一つであるっていうふうなことを言ってて意図して 感情を表に出して、それによって相手に何かを伝えるっていうような方法。だから日本人の場合、やっぱその感情を表に出すっていうのもなるべく避けるじゃないですか。うん、かそういう意味でも、やっぱここもまあカルチャー的な意味で、やっぱ日本がに、日本人が苦手にしてるような部分。で、こう、サッカーだとキーパーとかってめちゃめちゃ切れたりするんですよ。なんかこう試合とか見てても、うん。はいはいはい、そう、ねうん、あと、PK とかストップしたらめちゃめちゃ喜ぶみたいな。うん でそれってやっぱこう、まあ、単に自分の感情を出してるだけじゃなくてもっとディフェンスに気を引き締めろよっていうふうに伝えたりとか今はもっと攻めるのところだろうみたいなことをまあ結構キーパーってコーチングも役割の人だったりするんでその辺なんか感情も伝えながらこうやったりするんですよねまあキーパー一番後ろで全体が見えてるからねうんそうそうそうであとまあ監督によってもめちゃめちゃこう感情を表に出すような監督とかもいたりして、まあ、それもなんか単に何かこう こう個人の感情に任せて怒ってるっていうよりは、チームを鼓舞するために、そういうのうな振る舞いをしてる、うんうんで。特にやっぱヨーロッパの監督とか見てて、もうそういう人多いんですよね。なんかこう、ゴールしたときにめちゃめちゃこう選手並みにパフ,ォーマンパフォーマンスして喜んだりとか。はいはい、で逆にこう、まあ、日本代表の森保監督とかそうだけど、結構なんかサラリーマンっぽいっていうか <laughs>、常に、まあ、よく言えば常に冷静な感じじゃないですか。うん、だからそこもやっぱこう 日本のまあカルチャー的な影響があってだからまあどうしても日本人感覚的な感覚だと感情をうまくコントロールするっていうのが大事だよっていう風にな文化なんだけどまあサッカーというかまあこういう闘争系のスポーツにおいてはそういう感情も一つのコミュニケーションだからまあ、あえて出すのもまあ大事なんじゃないかっていう風なことを言ってましたねでなんかこの本面白いなと思ったのはここになんかノーマンのエモーショナルデザインが引用されてて<う>でまあエモーショナルデザインって まあその感情に訴えかけるような要素もデザインにおいて大事だよっていうような、うん、まあまあ超要約するとそういうような本だと思うんですけどまあそれって何でかって言ったらやっぱその感情とか情動を動かすっていうところが認知に影響を与えるっていうところだからっていうふうなノーマンの話なんですよね。うん、感どうこってんのかとかあの冷静でいるのかっていうのがその人の行動とかにもかなり影響を及ぼすと。うん、はいはい。 まあよく意思決定の連続するゲームだみたいなこと言われるんだけどってことはまあ当然感情からも影響されるので、まあ、だからコミュニケーションにおいても感情をあえて出すみたいなところがまあ大事なんじゃないかっていうふうなことをまあ言ってましたねでそれは確かにそうだなと思ってでそこで感情っていうところだから、まあ、この本で言うとかっこいいっていうことがなんかある意味まあ強さにつながっていくんじゃないかっていうふうなまあにつながっていくんですよねうんでなんか例えばなんか あのラグビーのオールブラックスってあのチームあるじゃないですか。ああニュージーランドだっけラグビーのニュージーランド代表って、なんかあの試合前に墓っていうダンス。墓ね、はいはいうん。踊ったりとか、あとオールブラックスというぐらいだから、まあ、全身を黒で固めたりとか、なんかそういう、まあ、ある意味ブランディングみたいなのがかなりあるようなチームみたいなんですよね。まあ、僕もちょっとラグビーあんま知らないんだけど。うん、で、なんか行動規範みたいなのがあるらしくて。で、そこで、 なんかそコード規範の中になんかちゃんと見た目を洗練させるってところが強さにつながるんだみたいなことが言われてたりとかするらしいですよね。ある意味そうやってこう振る舞うことによって自分自身にもこう、まあ、ある意味自信を持たせるとかそういうような影響がありあとはまあそれによってまあこう周りに対しても感情を出すとかにでこう、まあ、よりさっきのそれがまあ意図につながっていってそれが戦術につながっていくっていうようなまあこの本の話なんだけど。うまあ、そういうのはね昔歴史的な話を言えば。 まあ、政治的な文脈でもあった話ですからね、ナチスのコロナデザインだとか、そういうのも含めて、そのデザインでこう民衆というかね、なんか全体をコントロールしていくというか、意識を変えていくっていうような文脈っていうか、うん、そういうのは、まあ、あるから、やっぱチーム戦においてもなんかそういうものっていうのはもちろんあるような気がするよね。サッカーい って言うんだけどそのプレイっていうのはどっちかというとビヘイビーや振る舞いだっていう風に言ってて、うん、まあ振る舞いっていうのはやっぱ文脈とか感情によって変化するもの例えばなんか階段とかで転んだとしてそれが自分一人っていう文脈だったら「あっって」っつってなんかあの痛がってるかもしんないけど誰かにそれが見られてるっていう,う文脈だったらちょっと恥ずかしいからそそこそ,そ立って立ち去るみたいな振る舞いに変わるとか、うん、あとなんかまあその振る舞いっていうのは服装にもよって変わる、まあ、例えば何かパーティーとかで。 結婚式とかで、まあ、なんかちゃんとしたの格好をするとなんかちょっと気分もちゃんとしようみたいな振る舞いに変わるとか、うん、なんかそういう文脈とか感情とかによって振る舞いが変わるでまあサッカーはその振る舞いのまチ、あ、ッのスポーツなのでまあやっぱりそういう自分が何を身につけてるかとかどういう環境でプレーしてるのかとか何、うん、かそういうところがまあ大事なんじゃないかっていうふうなことを言ってましたねそういうのはもう にありますよね、まあ、制服とかそうだもんね、うん、結局だから、そこの一員であるとかっていう認識だとか、一員として恥ずかしくないようにとか、まあ、多分いろいろあると思いますけど、その影響するものっていうのは、うん、まあそれプラスさらにそのブランドによる影響とかもあるだろうから、やっぱり、うん、そういうのを考えると、すごい影響を与える部分っていうのがすごく多いような気はするよねね、うん、そうです、ね、やっぱなんかね。 プレミアリーグとか特にそうなんだけど、まあ、さっきの,あの冒頭のリバプールのロゴが2つあるみたいな話とかもそうなんだけど、うん、入場シーンとかでも、まあ、大体入場シーンってユニフォームじゃなくて、上にトレーナーみたいな、トレーナーっていうか何て言ったらいいのかな、練習用のウェアみたいなの着てることが多いんですよ。うんはい、アーセナルとかの試合とか見ると、結構そのウェアも、そのユニフォームはあサッカーのユニフォームだなっていう感じ、まあ、それもかっこいいんですけど、その文脈ではね。うん、でもその練習ウェアになってくると、よりこうファッショナブルな 感じが出てきてき、まあ、街中で着ててもかっこいいなと思うようなものを着て入場してきたりとかするんですよね。うん、あの代表とかもよくスーツであのサッカー選手なんだけどその電車移動とかあの公に目がつくようなルートで移動する時とかスーツとか着るんですよね。で日本代表もスーツとか着てるんですけどなんかこの間 YouTube の you「チームカムっていうそのチャンネル見てたらなんか新しく代表に来た初招集の選手がなんかあの スーーツの再寸をやっっててるシーンがあって、うん、だからそれぐらい初招者の選手でも採寸をしてちゃんとその人の,あの背丈に合ったスーツを仕立てて、まあ、それでみんな移動してるらしいんですよ、ね、だからそれぐらいこう見た目に気を配るっていうのはまあ大事だし、まあ、ヨーロッパに比べると日本のサッカーはまだまだそこが弱いっていうふうなことをまあこの本の著者は言ってましたね。 あのこの本じゃないんだけど、この人が書いてるノートの中で取り上げ、例として取り上げられてて、面白いなと思ったのが、あの選手が初選手が移籍した時のクリエイティブの違いみたいな。移籍した時のクリエイティブ要は誰々選手が来ましたみたいなのを大体発表するんですよ、プレスリリースとかで、ね。で、それの日本とヨーロッパの違いみたいなのが面白くてこれがフェルランドトーレスって。いうあの もともとスペイン代表にいた超有名選手がサガントスっていうトスのクラブに来た時のクリエイティブが今共有した左のやつでなんかちょっとなんだろうなダジャレにかけて誤報じゃないよホントレスっていうようななんかあのキャッチコピーが入ってて、まあ、トーレスにかけてるホントレホントとト,トーレスをかけてるんだと思うんだけどっていうようなクリエイティブね、はい、で一方で右があのクリスチャン・ロナウドがユベントスに来た時のものなんですけど、うん、もうなんかドドンと これがロナウドが入りました。どう、はい、みたいな感じ。うん、っていうのはう見せ方の違いもやっぱあるよねっていう。うん、これは全然違うね。そうなんですよ、ね。なんかこう受け手としてはやっぱり。気持ちが全然違うよね。そうなんですよ。なんか、なんか、まあ、別にジリーグも、なんか、やっぱ。 なんかやっぱ家族が来やすいとか、うん、そういうのを重視してるリーグだと思うんですよね。それってまあいいことだと思うしなかなかやっぱヨーロッパって結構こうフーリーガンとかね昔だといたりして、うん、結構こう喧嘩とかそういう危ない場っていう印象もあったりとかしてなかなかこう家族で来づらい場だったりもするみたいなんだけど、まあ、やっぱ日本ってそうじゃないのがやっぱ J リーグの良さだったりすると思うんだけど。 まあでもただ、まあ、やっぱ見せ方としてはこう、これぐらい差があると、なんかこう、ね、それを応援する立場としても、やっぱこう、古めが変わってくるよねっていうような話で。いや、なんかこれ、その見る側もそうだけどさ、移籍した選手側もさ、なんか気持ち違うんじゃないかなって気持ちするよね。なん,よねなんか、俺の扱いこんなかみたいなさ、<laughs> <ー>なんか、そうなんですよ。感じしちゃうよね、どうしてもうん。なんでしょうね、なんかやっぱ。 うん、このフェトーレスとかね、めちゃめちゃこう、かっこいい選手なんだけど、なんかやっぱこの、なんかちょっとこのダジャレっぽい <laughs> ロゴと合わさると、なんかちょっとコミカルに映ってしまうというか。<laughs> で、クリスチアン・ロナウドのこのユベントスのクリエイティブの方はあ、なんかみんなが想像するロナウドって感じじゃないですか。なんていうか、自信満々で。<laughs> いや、なんかこのポスター欲しいってなるもんね。んそうなんですよね。<laughs> だからやっぱ日本の場合まだまだなんかこうファミリーとかそういうポップさみたいなのを出したいっていう意図はあるんだけどその表現の仕方がなんかちょっとやっぱいけてない感じになってしまうっていうのがま,あまだまだのポイントだよねっていう。ういやなんかでも僕はそのわかんないそのファミリーにアプローチしてるとかそういうのがあるのかどうかっていうのはちょっとわかんないけど、うん、なんかもしそうだとして。 ちょっと履き違えてるような気もするんよく言うその子供を子供扱いしてるとかそういうようなことと一緒で、うん、なんかみんなが期待してるのって実はそうじゃないんじゃないかなみたいなところがあるような気がするよね。うん、意図は分からないけどやっぱりその表現の仕方のレベルが全然違うなっていうところですよね。うん、まあそういう意味でもやっぱブランディングっていうのがスポーツあのサッカーにおいても。 大事だしそ,のそれがまあ単純にビジネスとかデザインの文脈で大事っていうんじゃなくてそれがまあ強さにもつながってるんじゃないかっていうようなまあ本ですね、うん、この本の主張は。まああるでしょうねそれは、うん、少なからずあるとは思いますよねやっぱり。かっこいいチームでプレーしたいとかもあるだろうしねまあもちろん強いとかチームメイトがいいとか。 なんかそういう気持ちでプレーしたいっていうのもあるけどなんかダサかったらちょっと行きたくないなってなっちゃうもんねやっぱり、うん、そのチームに。でなるほどなと思ったのは唯一サッカーによって例外があると言ってて<お>それが女子サッカーって言って,言ってるんですよ。<お>で確かにワールドカップ優勝してるんですよね日本の女子サッカーああまあ日本女子サッカーね、うん、はい。でそれがなぜ例外だったのかというとやっぱそのブランディングって意味でうまあ、くいってたんじゃないかっていうふうな話をしてて。なるほど で確かになでしこジャパンっていうワードって強いじゃないですか,なんか女子サッカーイコールなでしこジャパンみたいな、うん、でも逆に日本男子の方って一応サムライブルーとかあるけどなんかそんなになん,か <laughs> なんかそんな別に浸透してないじゃないですかそうねサムライジャパンって言ったら野球の可能性あるもんね下手したら <laughs> うんで逆になんかその例外だったのが最近はもうその例外聞かなくなってきてんじゃないかっていうふうにもこの本の中では言ってて、うん で確かに何か面白いなと思うのはその明確に女子サッカーって強い国が違ったりするんですよね。日本が強かったりするしあ,<ー>あとはい、はい、北欧系の国が強いんですよねスウェーデンとかフィンランドとか。うんうん、でまあそれはやっぱ、まあ、ジェンダーニュートラルみたいな文脈で、まあ、よりそういう国が進んでるからっていうのもあるとは思うんですけどうん、うん、あとアメリカも強いですね女子サッカーは。はいはいはい。でもまあまあこの本的にはまあそういうブランディング的なところが女子サッカーでは効いてるんじゃないかっていうふうな話をしてたり。 しまいやなんかその多分デザインが絡んでくる部分って多分すごい広範囲なんだと思うんだよね、うん、そ,のそのビジネス的な部分も多分あるだろうしビジネス的にもちょっと引っかかるその何ていうのファンコミュニティみたいな部分も多分あるだろうし、うん、その選手自体の気持ちとかそういう部分もあるだろうからなんか。 結構広い範囲に影響を多分与えているんだろうと思っていて、うんで、なんかそういうのが、まあ、その文化的な背景ももちろんあると思うんですさっき言ったその女性がこう,、ね、うまく社会で出て活躍できてるかどうかとか、うん、でそれがある程度その見てる側もやっぱりさ、変わるじゃないですか、そのどういう背景の人かによって。うん だそれもあるんだろうとは思うけどでもだからこそさらにこうデザイン力入れようみたいなところとかが出てきたりとかして、うん、でそうするとまだ全体的によくこう底上げされるみたいな感じになってったりとかして、うん、だかそういうなんか結構複雑な構造で出来上がってるんだろうなと思うけどう、ね、まあ割とねビジネス方面からこうビジネス視点でそういうスポーツビジネスみたいなのを見て分析してる人って結構 まあ多いけど、まあ、もちろんろその中にもやっぱデザイン的な部分もあってでそのビジネスとはちょっとかかんないけど、うん、デザイン的な影響を与えてる文脈も多分あったりするみたいなことなんだろうなとは思ってますけどね、うん、なんかそういう意味でそのビジネスデザインスポーツサッカー自体っていうのをめちゃめちゃ高度にやってるのがマンチェスターシティっていうクラブだなと思ってて。 マンチェスターシティって、まあ、マンチェスターユナイテッドと同じマンチェスターにイギリスのマンチェスターのクラブなんですけどもともとマンチェスターユナイテッドってめちゃめちゃ有名で強いんですよね、うん、でマンチェスターシティってそんなに強くないまあ中位から下位ぐらいのクラブだったんですよ2000年代前半とかって、うん、でそのあと2008年ぐらいにアブダビーの王族がシティを買収したんですよねはいはいここまではよくサッカーにある話でキマンオーナーがついてすげえー お金ジャブジャブ使って選手を集めるみたいな感じ、うん、でマンチェスターシティがちょっと違うのはなんか今2023年その2008年から1415年たってるんですけど、うん、王道感があるっていうか王者感がすごいんですよね <laughs> なんていうか、うん、でそれって、まあ、デザイン的にも、まあ、やっぱこうあの、まあ、マンチェスターシティもねロゴをリブランディングしたりとかしてるんですけど、まあ、そういうあのデザイン的な投資の積み重ねもあるし、まあ、あとビジネスとしても なんかシティフットボールグループっていうのをマンチェスターシティ作ってるんですよね。で、それがサッカーをグループ経営するみたいなコンセプトの考え方で、そのシティフットボールグループっていうグループが各国のいろんなクラブを所有するんですよね。ああ、はい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 、なんか見たことある僕も。イギリスだったらマンチェスターシティ、うん、あと日本だと横浜 F ・マリノスもそのシティフットボールの一つなんですよ。はあ,はあ、あとはオーストラリアのメルンボールンのクラブとか。 あとはスペインのクラブを持ってたりとか、うんあの、同じ国で2つクラブを持つと、それは多分あの違反になってしまうんですけど、うんあの、試合結果操作できたりとかね、したから。でも、まあ、国が違えば許されるので、うん、でいろんな国でそのスティーフとボールグループって中でクラブを所有してで、その上で各国で戦術を例えば同じにしたりとかことをするんですよ。うん、でそうすると 日本で活躍した選手をすぐにオーストラリアのクラブに移籍させるとかでそこでちょっとステップアップさせたらあのヨーロッパのクラブに移籍させるとかそういうなんか人材のグループ内での流動性みたいなのがしやすくなるっていうメリットもあったりとかでそれによって選手を徐々に育てていって でうまくいったら、まあ、一番、ティア1のチームであるマンチェスターシティに引き込むみたいなことをやったりとか、うん、まあそこまででもなかったら、そのティア2のクラブに移籍させて、でちょっと移籍金、活躍してもらって、移籍金上げて、それで売却して、あの収益を得るみたいなことをやったりとか。で、まあ、例えば、板倉っていう日本代表の選手、センターバックの選手とかは、はい、J リーグからいきなりシティフットボール、マンチェスターシティに移籍したんですよね、肩書き上はね。うん それはまあ、マンチェアサーシティが一応取ったってことになってるんだけど、まあ、シティフトボールグループっていうグループ内で取って、まあ、実態別のクラブであのすぐ移籍したんですよね。みたいなこととか。まあ、あとなんか、もともと、ポステコグループっていう監督がいるんですけど、もともとこう、オーストラリアのメルモルンのクラブでやってたんだけど、その人をマリノス、横浜 F ・マリノスにあの監督が移籍してきて、で、同じような戦術をマリノスでもやって、で、今その人はあのヨーロッパにいるんですけど、 みたいな,なんかそういうグループ内で流動をさせて、まあ、うまくこう選手を活躍させてチームを強くするしまあそのマンチェス選手1年入らなかったらそれを売却して収益をやるしみたいなまあなんかそういうようなビジネスモデルを組んでるのがこのシティフットボールグループでうーんなんかそ,そういう意味でもビジネス的にもすごい高度にやってるしで選手もやっぱ強い選手が集まってきてるし監督もまあグアルディロっていうまあ一流の監督を連れてきたりとか。 してたりとかなんかそういう、まあ、ビジネスもデザインもいろいろ高度なことをやって今しマンチェスたちしていってまあなんかこうただの金持ちクラブじゃないなみたいな感じうんなんかまあ一種のステータスになるようなクラブになっているっていうのがすごいなと思うんですよねいやちょっとなんかこのサッカービジネス的な観点なら結構いろいろまだ話なんかこうネタはなんかいくつかあって、はい、結構面白いんですよね最近そこそういうかなんか最近それで言うとさあの ベッカムのチームが結構頑張ってるじゃないですか。アメリカの、ねまあ、オーナーになって、そうそう、アメリカで頑張ってやってるじゃないですか。うんうん、あの辺はどうなんですかね、その僕、あんまりよく分かってないんですけど、最近、ままあ、メッシがなんか入ったりはしたのかなそうですね、まあ、アメリカはあの北中へワールドカップがあるから、うん、それに向けて多分、サッカーをもう一度盛り上げたいっていうことでやってるんじゃないかなと思いますね。あと、最近あつあの熱いのはサウジアラビアですね。 この夏有名選手が次々にサウジアラビアのリーグに移籍してるんですよ、うん、でまああのー、リバープリールに遠藤が移籍したのもそれの玉突きで移籍してるんですけどでこれまでってそういう中国とかまあ J リーグも初期そうだったしあと中国も一時期そこに有名選手どんどん行くみたいなのがあったんだけど、うん、サウジアラビアの場合こ,そああこれまでとの違いはこれまでって結構もうロートル選手というか割ともう。 もう引退間際みたいな選手がそういうクラブに行って、まあ、最後一稼ぎして現役を終えるみたいな感じだったんだけどはい、はい、なんかねサウジアラビアの今回の流れは割とまだまだヨーロッパ一戦級でやれるでしょうみたいな選手がサウジアラビアに行ってるんですよねでそれの裏にあるのがなんかあのもう国がファンドを今運営しててでそのファンドがあの中まあなんかそのサウジアラビアとかああいう中東諸国的にはそのもう まあ今、石油に頼ってるじゃないですか。うん、で、それのが告発した場合に次どうしようみたいなところの産業の育成みたいなのを結構頑張ってるらしいんですよ。で、まあ、なんか前、なんかポッドキャストこのポッドキャストでまあ喋ったけど、なんかサウジアラビアがなんかすげえ近未来都市みたいなのを作ろうとしてるみたいなのあるじゃないですか。はいはいあるじゃ。あったじゃないですか。うん、あれもなんかサウジアラビアの皇太子がやってるらしいんですけど、その人がなんかそのファンド、国直轄のファンドみたいなのを運営してて、で、そのファンドがサウジアラビアのクラブをいくつかも。 ファンド自体が取得して、まあ、実質国の傘下に入っていてでその国がその国ののお金をつあそのクラブが国のお金を使って有名選手をどんどん集めてるみたいなでそれによってあのクリチャン・ロナウドがねサウジアラビアに行ったりとかネイマールが行ったりとか、うん <laughs> うん、してるっていう、まあ、まあその辺はまあビジネス的にうまくやってるというよりはまあお金の、まあ、本,当に本当にお金のパワーっていうのもあるんですけどちょっとなんか地殻変動が起こってますね。 あとシティだけじゃなくて、レッドブルグループってのも結構、サッカーの中では最近力つけてきたりとかね。レッドブルはもうどこにでも進出してきてるよね、うん、最近は。レッドブルはなんか、シティは割と有名クラブ、マリノスとかね、そういうところをグループに入れるみたいな感じなんだけど、レッドブルはより2部のクラブとかをあの買収して、グループを作って、戦術共有してみたいなことで、2>, うん、2部のクラブから短期間であのチャンピオンズリーグ出場まで持っていくみたいなチームがあったりとかね。 レッドベルなんかそういうイメージなんだよな。うん、なんか F1 の時もそんなイメージだったんだよな。なんか最終的にどんどん強くなっていったけど。うん。そういう意味でも結構最近のサッカーはいろいろ面白いですね。そういう、まあデザイン、さボードに話したデザインのところもそうだし。うん 途中、まあ、で話した戦術,的戦術的ピリオダイゼーションとか,なんかそういう戦術論みたいな話も、まあ、YouTube とかがこれだけは流行ってるからってのもあるんだけどなんか割と表に出るようになってきて、うんうん、なんか単なる精神論とかではないなんかこうよりこう構造的に捉えたようなはい、はい、サッカーの話とかも最近多くてそういう意味でも面白いし、まあ、ビジネス的にも今のグループ経営的な話とかもそうだしうだ、ね、面白いですね。 確か YouTube で結構戦術を解説してる動画とかも多いから、うん、なんかそういうのを見るとまた面白いですよね。そうっすねよりなんか普通にじゃあその試合を見るってなってもなんか理解がしやすくなったりとかして面白いですよね。うんまあ、サッカーって分かりづらいですからね。うん、しかもなんかねそ,のそれがコート全体で。 こうやみやみやって動いてるからそれをこう,、ね、うまく捉えていくっていうのも目、ね、が離せないっていうのはくくもくも悪あるからねーボールを持ってる人だけじゃなくてもう周りもいたりとかさらに遠くにいる選手もなんかこう、ね、どう動いてるかで変わってきたりとかうそういうのがあるから、まあ、でもそこら辺が、ね、うまく構造的に理解できていくとなんか面白いんだけどねすごい見て,てそうなんすよね。 まあ個人的にはその政治とかそういうところの影響もすごい出てるっていうのもサッカーの面白いポイントだなと思ってて、うん、僕結構チリとか,なんかサッカー見ながら自然にこう頭に入ったみたいなところは <laughs> ありますね。なんかこの国とこの国はもともと仲悪いからサッカーでもすげえ争いになるとかもあるんですよね、うん、イングランドとアルゼンチンとか。とういう意味で、まあ、何より日本人選手がめちゃめちゃ活躍してるんで面白いっていう。 ところがまあ大前提あるんですけどそうですねうん最近もなんか代表戦結構調子よく勝ってましたねそうなんですよね、うん、僕今見れなかったんだけど<今>ハイライトで見たんだけどそう今この裏でチュニジア戦やってるけどねあれ今やってんのもう終わったんじゃないのいやあ今終わりました結果は言わないでくださいまだ <laughs> あこれ、ま、終わっ,てなかったら <laughs> これ終わったら見るんで <laughs> まだ終わってなかったんだうん もう終わったんだと思ってた。あれ終わってんじゃないのもうでもとっくに。うん。うん。まあ、というところで、今日はこんな感じですかね。はい。リサイズ編目のご質問やご感想、リクエストなどは、ハッシュタグリサイズ編で Twitter にするやっか、ショノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。 リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。